ミクチャンネル。私が普段やられているような、感じではなく、もっとこう別のポジションにいる人たちが、クリエイターが、なんかその人なりの解釈でコスプレっていうものを撮るとすごく面白いんじゃないかなと思っていて、以前から、お仕事させていただいたりとか、している宮原村さんですね。村瀬さんの撮られる写真と、なんか茶室さんが表現する、世界じゃない、未知のすごく魅力みたいなのがあるんじゃないかなと思って、この2つの才能をこう、掛け合わせてみるとどうなるんだろうっていうのが、一つ大きいきっかけでしたね。コスプレイヤーさんが、するキャラクターの中で、ミクっていうのはちょっとこう独自のポジションなのかなって気がするんですね。 P さんであるとか S さんであるとかいう方々が表現した、ところにしかいないですよね。同じコスプレの中でもミクっていうのはすごく独特のなんか、ポジションというか表現する際にすごく難しさもあると思うんですけれども、せっかくこういう機会が、実現できるということだったんで、実現するのに苦労するミクのこう髪ですよね、あの生命力っていうかあの感じっていうのは、今回みたいなプロジェクトじゃないとちょっと出せないかなと思っていて、そういう挑戦が今回のその写真集の中でもこうミクの見どころかなという感じがしますね。しかもピップエレキ板貼ってあるでしょ。そうですね、そうポチってあるでしょ。ちょっとだけ常ミクっていうもの自体が初め何なのかっていうことは、まあ実体心がないからこう分からないわけじゃないですか。最初はその音楽ソフトとして出来上がってキャラクター設定がされていって、まあ、どういうビジュアルかっていうことが確立されていって、でそこからこうボカロの世界がどん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 広がっていって、バーチャルの世界というか目には見えないちょっと神格的な部分でなんかいろんな人々にこう受け入れられていったっていうのはあると思いますよね。僕が解釈した発音ミクっていうのはそのちょっとフューチャリスティックな電子的な部分だったりとか、だけれどもちょっと昭和っぽいニュアンスもちょっと混ざっていて、これから先々未来とのこう融合みたいなものをこう僕が見て感じる。初音ミクっていうその神格的化的その女性像が一般の場所にポツンといたらどうなるのかなっていうような、電子の光がピョ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 光っている世界ではないようなごく一般日常のまあ路地ですよね。多分普通の普段の人たちが一番見慣れているような風景に存在している初音ミクっていうのを僕はあまり見たことがないんです。ポツンといる初音ミクっていうものがなんか僕の中ではすごく理想というか、現実と非現実の狭間を逆に埋めてくれるような、なんか自分としてはそういうコンセプトで撮ろうと思ってますね。やっぱり初音ミクっていうキャラクターは人気キャラクターなので、たくさんの人が元の絵を知ってると思うんですよ。絵を見たときに初音ミクってこうイメージする感覚をこのコスプレを見てこうつながったらいいなっていう感じで、なるべく忠実に再現しようと頑張ってます。あんまりキャラクターの性格自体が設定で公表されてないじゃないですか。ないので自由に自分なりの初音ミクをできるって楽しいですね。やっぱり
自分もそうだし、カメラマンさんでも一番いいなっていう写真が撮れた時が一番嬉しいです。コスプレは一人でしても友達としても楽しいので、変身したい方はぜひやってみてください。